カール大帝とローマ教皇ハドリアヌス一世。この15世紀の描写はアーチ型の首、洗練された頭部と優雅な歩み様で中世の良質な馬を示しているフランス大年代記の彩色より中世ヨーロッパの馬は大きさ、骨格、品種が現代の馬とは異なり平均して小型だった。また戦争、農業、輸送の必需品であり現代と比較して より社会の中心的存在だった。その結果特定のタイプの馬が開発され、その多くは現代に相当するものがない。現代の馬の品種と馬術の理解が中世の馬の分析にとって不可欠であると同時に、研究者は記録や考古学的証拠に当たることも必要である。中世の馬は品種によって区別されることはほとんどなく用途で区別されていた。 これは例えば、チャージャー、ポールフリー、ニューマシャバあるいはニューマと表現されることになった。スペインバなどの原産地も与えられたが、これが一つの、あるいは複数の品種を示していたのかは不明である。中世の書類や文献を研究する際に発生するもう一つの困難は、中世の言語の柔軟性で、ここでは、いくつかの単語を一つのものに使うことができる。コーサーや、 チャージャーなどの単語は同じ意味で使われており、ある女子誌がダウンシーについて非難したところで、別のものはその技能と速さを称賛している可能性がある。馬術の装備における重大な技術的進歩は、多くの場合他の文化から導入され、戦争と農業の両方において大きな変化をもたらした。とりわけ眩み、停鉄、ホースカラーの到来のみならず倉橋への意象の改善は、 中世社会の重大な進歩であった。結果として歴史家が展開する前提や理論は決定的ではなく馬の品種や大きさなど多くの問題について議論がまだまだ激しい。主題の幅を理解するためには多くの資料にあたる必要がある。この15世紀の戦闘場面は戦争で使用された屈強な馬を示しているパオロ・ウッチェロ・サン・ロマーノの戦い。 ローマ帝国の滅亡と中世前期の間、古典期に開発された高品質な主築の多くはのホーズが繁殖で失われ、その後数世紀にわたって再び作り上げなければならなかった。これは西洋ではイギリス人とスカンジナビア人が不評主体の戦いに依存していたことにある程度要因があると思われる。そこでは馬が騎乗しての移動と追跡にしか使用されなかった。 しかし例外はあり、7世紀のメロビング町は、ローマの馬産施設を少なくとも、まだ一箇所は維持していた。スペイン人も多くの領場を維持しており、ある程度は馬産地としての地域の歴史上の評判に要因があり、部分的には8世紀から15世紀の間のイベリア半島のイスラム征服に関連した文化的影響に要因があった。中世の群馬の起源は、はっきりしないが、 現代のフリージアンやアンダルシア馬の前身であるスパニッシュジェネットを通じ若干のバルブとアラブ種の血を持っていたと考えられている。別の東方血統の起源は十字軍が連れ帰ったもう一つの東方馬のタイプと同系統のイランやアナトリア原産のいわゆるニサイアンダネに由来する可能性もある。その品種が何であれスペイン馬は最も高価で実際ドイツでは スパンジョエルという単語が質の高い群馬のための用語となった。ドイツの文献資料はスカンジナビアからの領馬にも言及している。フランスも良い群馬を生産した。これを一部の学者はそこでの強大な封建社会に返しているが、同様のあり得べき説明は732年のトゥール・ポワティエ間の戦いでイスラムのウマイア朝の侵入者に対するカール・マルテルの 勝利後捉えられた貴重なスペインと東方決闘の追加と相まったメロビング町によって保存されていたローマの馬産の伝統の歴史上の影響である。この戦いの後、カロリング町は重機兵を増強し始めた。その結果、土地の搾取と蜜着物教室の牛から馬への転換が起こった。フェルポニーの群れ、イングランドコスイ地方。 馬さんの軍事的重要性が認識され、計画的な育種プログラムが増加した。多くの変化は、十字軍とスペインのムーア人の信仰の双方によるイスラム文化の影響によるものだった。アラブ人は交渉を通じて、バルブとアラブ馬の広範な決闘を維持していた。記録された。 ヨーロッパの歴史で最も初期に書かれた血統のいくつかはスパニッシュジェネットの育種に関わったカルトジオ修道会の修道士によって保管されていた。彼らは読み書きができたので入念な記録を残し、特にスペインでは貴族の特定のメンバーによる馬さんの責任が修道士に与えられていた。イングランドでは公軍用の乗用馬や景気兵として使用するために、 死闘修道会などの馬のブリーダーにより毎年、借り出された野生のムーアランドポニーが群馬の共通の起源だった。そのような品種の一つがフリージアンホースと類似した祖先を持つフェルポニーだった。デストリエの決闘に何が起こったのかたどるのも難しい。このタイプは17世紀に記録から消えてしまったように見える。一部の歴史家はペルシュロン、ベルジアン、 サフォークパンチといった品種をデストリエの有望な子孫とみなし、現代の万葉種の多くに中世のグレートホースへのいくらかのつながりを求めている。しかしながら、歴史上の記録から中世の群馬は現代の万葉馬とは全く異なるタイプであることが示唆されているため、他の歴史家はこの説を否定している。そのような説は群馬、とりわけデストリエは、 激しい気象で有名だったので、群馬が霊血種の死液馬と再度交配されたことを示唆している。クリップ・パドバのガッタメラータの騎馬像。ドナテロ作1447年。当時、馬は品種を考慮されることはほとんどなく、代わりに馬の用途や身体的な属性を説明するタイプによって定義された。その定義の多くは正確ではなく、 交換可能だった。おおよそ13世紀より以前において、血統はほとんど書き留められなかった。従って、中世の馬に関する多くの用語は、我々が今日知っているような品種を指すのではなく、むしろ外観や用途を表していた。中世の馬の中で最も有名な一つは、戦争における能力で名高く賞賛されたデストリエ、だった。 それはよく訓練されており、強さ、速さ、及び機敏さが求められた。14世紀の文筆家は彼らを、背が高く、おごそかで偉大な、強さを持つと表現した。現代の資料では、デストリエは、その大きさと名声により、グレートホースとして、頻繁に言及された。主観的な言葉では、実際の体高や体重についての確かな情報は、得られないが、 当時の平均的な馬は12から14ハンドであったことから中世の基準によるグレートホースは我々現代の目には小さく映るかもしれない騎士と重装騎兵に非常に珍重されたが実際にはあまり一般的ではなくジョストに最も適していたようであるコーサーは軽く速く強かったので一般的に厳しい実戦に好まれた彼らは貴重だったが デストリアほど高くはつかなかった。狩猟のためにもよく使われた。馬に乗って高狩りをする中世の人々。馬はポールフリー、またはジェネットの体型のように見える。マネッセ車本より、より汎用的な馬はラウンシーで乗用馬としての保有や戦争のための訓練を行うことができた。それは通常、樹騎士、重装騎兵。 またはより貧しい騎士に使用された。裕福な騎士であれば、従者のためのラウンシーを保有していたと推測される。時には予想される、戦争の性質が馬の選択を決定した。1327年に戦争への召集令がイングランドで出された時、むしろデストリエよりも素早い追跡のためにラウンシーを明確に要求した。ラウンシーは時にニュー馬として使用された。 良質なポールフリーは、価格でデストリエに匹敵し、乗馬、狩猟、及び儀式での使用のために貴族と行為の騎士に好まれた。滑らかな歩み様が、騎乗者を比較的快適に、長距離を素早く進ませることを可能にしたので、アンブルは、ポールフリーの望ましい特性だった。他の馬のタイプには、バルブとアラブの血統から最初に、スペインで育種された小型の馬、ジェネットなどがいた。 大きさのみならず穏やかで従順な気象が女性の乗用馬として好まれたが、スペインでは騎兵の馬としても用いられた。ホビーはスペイン、またはリビアの血統からアイルランドで開発されたおよそ13から14ハンドの軽量馬だった。このタイプの速くて機敏な馬は三平戦に好まれ、しばしばコブラーとして知られる軽気兵に起乗された。ホビーは イングランドのエドワード一世がスコットランドへのアイルランドの馬の輸出を阻止することで優位に立とうと、下スコットランド独立戦争のアイダ陣営によってよく使用された。ロバート・ブルースはゲリラ戦でホビーを用い、1日に60から70マイル進んで襲撃を仕掛けた。ランス、エンダテ、鎖片びらと出版ゲンヘルムを装備した群馬に乗るカロリング王朝の戦士、8世紀、 カール大帝没後戦2 0 0年特別展。何世紀にもわたって、軽気兵は戦争で使われていたが、中世の時代には、銃機兵、特に、ヨーロッパの騎士が登場した。騎馬突撃人形における、銃機兵の傭兵が最初にいつ発生したのか歴史家は特定していないが、その技術は12世紀中頃までには広範囲に及んでいた。銃機兵の運用そのものは戦争で、 一般的ではなかった。回戦は可能な限り避けられ、中世初期のほとんどの攻撃戦は、工場戦や素早い馬に乗った、軽武装の戦士による守護者と呼ばれる、機動力のある牙による襲撃の形式をとり、重い軍馬は安全な旧車にいた。時に回戦は不可避だったが、重機兵に適した土地ではほとんど戦われなかった。馬に乗るのは依然として、 第一撃に有効だったものの、14世紀までには騎士は下馬して戦うのが一般的となった。馬は後方に送られ追撃の準備を整えた。中世後期までにはおそらく不評戦術の成功と兵器類の変化のために大規模な戦闘が一般的になった。しかしながら、そのような戦術が騎士を下馬したままにしたので軍馬の役割も変化した。 17世紀までには、中世のチャージャーは過去のものとなり、より軽量、非走行の馬に置き換えられた。この期間を通して、軽機兵、またはプリッカーが、石膏と偵察のために使用され、航軍時の護衛も行った。万葉の馬や牛の大きなチームが重い初期のカノン砲を引くために用いられ、その他の馬が荷車を引いて、軍隊の物資を運んだ。 15世紀のジョストの高台の堀りトーナメントやハスティルで、ラテン語、ヘイスタルディアム、格闘競技は、11世紀に競技と戦闘訓練の提供を兼ねて始まった。通常、メレの形式を取り、参加者は馬、装甲、戦争の武器を使った。ジョストの競技はトーナメントから生じ、15世紀までにチルト術は非常に洗練されたものになった。 このプロセスで、おそらくは戦争での騎手の役割の変化のために、工業化、専門化し、実践的でなくなった。馬は、ジョストのために特別に育成され、より重い走行が発達した。しかしながら、これが、必ずしも際立った馬の大型化をもたらすことは、なかった。リーズの王立武器博物館は、特別に育成した馬と複製の走行を使用した。 実演でジョストを再現した。それらの馬は中世の乗用馬を正確に表現し、コンパクトな作りで背は取り立てて高くはない。この13世紀の写本は当時の中世の馬のおおよその高さを表している。騎士の足が馬の胴のかなり下に伸びていることに注意。アインハルト、カール大帝伝写本より、ザクセン戦争の彩色が、 ヨーロッパ中世の最も有名な馬は、騎士を戦場へ運ぶことで知られるデストリエである。しかし大型の騎士や騎乗した重装兵は、コーサーやラウンシーとして知られるより小さな馬に騎乗した。で、他の用語と交換可能だった。スペインではジェネットが、軽機兵の馬として使用された。ヨーロッパでは、生まれついての攻撃性と激しい性質のために、大馬が群馬としてよく用いられた。 13世紀の作品では、戦場で噛んだり蹴ったりするデストリエが描かれ、戦いの最中群馬が互いに争っているのがしばしば見られた。しかしながら、ヨーロッパの戦士による貧馬の使用は、文献資料から否定することはできない。貧馬は、紀元700年から15世紀にかけて様々なヨーロッパ諸国を攻撃したイスラムの侵入者、ムーア人の群馬として好まれた。また、 馬乳を飲料に用いたモンゴルにも好まれていた。軍馬は普通の乗用馬より高価で、デストリエは最も高価だったが、数値は資料によって大きく異なる。デストリエには普通の馬の7倍から700倍の価格の幅が与えられている。ボヘミア王バーツラフ2世は1298年に1 0マルクの価値の馬に乗った。それと反対に1265年のフランスの布告は、 領主が、ラウンシーに20マルク以上使うことを禁じている。騎士は少なくとも1頭の群馬を持つとされ、中世後期からのいくつかの記録は、戦役に24頭の馬を持ち出した騎士を示している。おそらくは馬5頭が標準だった。バイユーのタペストリーより、ウィリアム征服王の群馬。中世の研究者の間では、群馬の大きさに関する論争があり、 現代のシャイアー種ほどの大きさの17から18ハンドを主張する著名な歴史家もいる。しかしながら、この議論には実際的な根拠が存在する。王立武器博物館所蔵の現存するホースアーマーの分析は、元来15から16ハンドの馬、あるいは、おおよそ現代のフィールドハンターか普通の乗用馬の大きさと骨格に、この装備が付けられていたことを示している。 文学、絵画、考古学の資料を使用したロンドン博物館で行われた研究は14から15半度の群馬を支持し大きさではなくその強さと技能で乗用馬と識別した。この平均値は中世を通してそれほど変化しなかったようである。馬は9世紀及び10世紀から大きさを増すために選択的に育種されたように思われ11世紀までに 平均的な群馬はおそらく14.2から15ハンドで、この大きさは、バイユーのタペストリーに描かれた馬のみならず、ノルマンの帝鉄の研究で確認された。馬の輸送の分析は、13世紀のデストリーが、がっしりした骨格で、ほんの15から15.2ハンドでしかなかったことを、示唆している。3世紀後、群馬はそれほど大きくはなく、 王立武器博物館は15から16世紀の様々なホースアーマーを展示する素像のモデルとして体型が最適なので15.2ハンドのリトアニアンヘビードラフトの品馬を使用した。ほぼ1世紀の間メトロポリタン美術館で最も忘れがたい印象を与える展示の一つとされてきた装行機画像のグループ。多くの訪問者は中世ではなく16世紀に由来するにもかかわらず、 このプレートアーマーをつけた牙をロマンチックな騎士道の時代のシンボルとみなしている。おそらく中世の軍馬が万葉馬タイプでなければならないと広く信じられている理由の一つは依然として多くの人々が中世の走行が重いと思い込んでいることである。実際には最も重いトーナメント走行でさえ90ポンドほどでしかなくフィールド走行は40から70ポンドの重量だった。 バーリング、または、ホースアーマーは、重量が 32kg を超えることは滅多になかった。機乗車やその他の装備重量を考えたとき、馬は、体重の約30%を運ぶことができる。したがって、そのような荷重は1200から1300ポンドの範囲の重い乗用場で確実に運ぶことが可能であり、万用場は必要とされなかった。 装甲をつけた騎士を運ぶのに大きな馬は必要ないが、ランスの打撃力を高めるには大きな馬が望ましかったという歴史家の見解がある。しかしながら再現者による実践的な実験では、騎乗者の体重と強さが馬の大きさよりも重要であり、馬の重量のほとんど何もランスへと変換されないことが示唆された。十四から十六ハンドの群馬のさらなる証拠は、 完全走行であぶみに触れることなく馬に飛び乗ることができることが騎士の誇りの問題であったということである。これは虚栄心からではなく必要性から生じた。戦闘中に落馬した場合騎士は自身で起乗できなければ無防備なままであろう。現実にはもちろん負傷したり疲労した騎士には困難で護衛の従者の助けを当てにしたかもしれない。ちなみに騎士の走行は いかなる落下においても役に立った。パッド入りのリネンの覆いの下に弾力性のあるパッドを形成するために長髪を頭の上で編み、その上にヘルムが置かれており、現代の自転車や乗馬ヘルメットと変わらない頭の保護をしていた。馬の腰、サンド大聖堂に入る新生ローマ皇帝カール4世、ジャン・フーケによるフランス大年代記の彩色が、中世を通して、 あらゆる階級、素性の人々にとって頻繁に広い範囲旅行するのが習わしだった。上流階級の家庭や宮廷は領地と邸宅の間を移動し、外交、戦争、十字軍の要求が男たちを遠方の国々へ連れ出した。聖職者は教会と修道院の間を旅行して、ローマへの使者が形成された。べての階級の人々が巡礼や仕事を求めて旅行し、 他に娯楽として旅行した。ほとんどの人々は徒歩で小さな旅に出かけ、長い旅にはカシーマを雇った。上流階級では旅行は個人的な快適性の確保のみならず、その富を見せつけるための素晴らしい馬、大勢の従者、きらびやかな騎馬行列による、これ見よがしな豪華さと古児が伴った。例えば1445年にイギリス王室家は、 王の旧車に60頭の馬を入れ、186頭をチャリオットとカートのために維持していた。中世の多くの間、相互につながった道路と橋のシステムは存在しなかった。ヨーロッパの一部には、まだ、ローマ帝国の崩壊前に作られたローマ街道の残骸が残っていたが、ほとんどは荒廃した。不確かな道を長距離乗る必要があるため、滑らかな歩み様の馬が好まれた。 ほとんどの普通の乗用馬は、より揺れを伴うトロットよりも、むしろ、アンブルと総称される、滑らかだが空間機のない四節の歩方法の一つが、できれば、大きな価値があった。短距離の旅には、車輪付きの馬車が使われたが、陸の旅のためのラバの隊列と川と運河のための、橋家が最も一般的な長距離貨物輸送の、形態だった。道路が良好な地域では、主要都市間で、 定期的な輸送サービスが確立された。しかしながら、中世の道路は一般に非常に貧弱であったため、人間の乗客用のキャリッジは稀だった。道路状況が良くなると、貨物ワゴンから発達した初期のキャリッジが開発された。14世紀後半には、ストラップサスペンションを装備したシャリオブランランが導入され、キャリッジの旅行はより快適になった。 旅行の速度は大幅に変動した。大勢の追行は、歩みの遅い荷車や腰の存在や、徒歩の使用人と付き添い人によって遅くなり、1日に15から20マイル以上進むことは、ほとんどなかった。小規模な牙の行軍では1日30マイル旅した、可能性がある。ただし例外はあり、途中馬を変えるために止まるだけで、イングランドのリチャード2世は、 ダベントリーとウェストミンスター間の70マイルを一よで踏破したことがあった。育成、戦争、旅行目的のために馬自体の輸送が可能である必要があった。この目的のために馬の輸送のための用途に合わせたボートが建造された。ウィリアム・オブ・ノルマンディの1066年のイングランド進行ではノルマンディから2000頭以上の馬を輸送する必要があった。同様に イングランドのエドワード一世は1285年の1286年にフランスを旅行した時、王族に輸送手段を提供するために、イギリス海峡を横断して戦闘以上の馬を運んだ。13世紀の乗用馬の描写から、目白く写本より、第三の封印、黒い馬の彩色が。中世の間乗用馬は様々な人々に使用されたので、品質、大きさ、 品種に大きな違いがあった。騎士と貴族は戦争の訓練に乗用馬を保有し、実戦のために軍馬は温存した。馬の名称は品種ではなく馬のタイプを示していた。多くの馬が自身、または直接の祖先が生まれた地域によって命名された。ドイツでは、重いスカンジナビア馬は戦闘に用いられたが、より小柄なハンガリーの馬が乗用馬として特に人気が。 あった。ラバもよく乗用に用いられたが、主としてその速さのためにアラブは、あらゆる馬の中で最高の馬とされた。個々の馬は、ホホや、アンブラー、ケイロ、またはブリーダーの名前で表現されることがよくあった。最高の乗用馬は、ポールフリーとして知られていた。それ以外の乗用馬は通常、ハクニーと呼ばれ、現代のハックという用語はこれに由来する。 女性は時にポールフリー、またはジェネットとして知られていた小型で、おとなしい馬に起乗した。中世を通して様々な刺激馬が利用された。ニューマは機材や所持品の輸送に用いられた。通常ハクニーと呼ばれた一般的な乗用馬はニューマとして用いることも可能だった。ニューマシャバは、公益及び農場において、あるいは軍事作戦の一部として、 貨物運搬のためにワゴンを引いた。これらの万葉馬は、現代のそれらと比べるとより小型であった。絵画や考古学的な証拠は、それらががっしりとしているがタンクで、13から14ハンド程度、馬あたり500から600ポンドの2を引くことができたことを示唆している。4輪ワゴンと2輪カートは、例えば、ロンドンのような都市でより一般的で、 通常車両のタイプと2の重さに応じて、タンデムにつながれたり、3、または4頭立ても馬で引かれた。イングランドでは12世紀に始まり、カートを引く、牛の利用は、馬の利用に徐々にとって変わられ、このプロセスは13世紀を通して広がった。この変化が生じたのは、馬で引く輸送が、牛で引く輸送方法よりも早く、より遠くに物品を移動させたためだった。この馬には、 マグワの重量を支えるためのホースカラーが装着されている。ベリー校の糸も豪華なる、自動書より、10月。ローマ人は二保式農法を用いていたが、8世紀以降は三保式が一般的となった。一つ目の農地に冬作物を発種し、二つ目は春作物、三つ目は休館地とされる。これは、馬の飼料として与えられる円幕の春の収穫量を、 増大することが可能になった。中世紀におけるもう一つの進歩は、緻密で重い土壌を容易に工作可能にするヘビーモールドボードプラウの開発だった。この技術は、より大きな農場の導入のみならず牛や馬など、万獣のより大きなチームの使用を必要としていた。とりわけ12世紀以降、ホースカラーと鉄を使用した低鉄双方の利用増加により、 馬の力をより効率的に伝えることが可能となった。馬のチームは牛八頭に対して通常4頭ないし、おおよそ6頭で、馬は牛と異なり、牧草に加えて穀物を必要とするという事実をより少ない頭数で補填した。馬による速度の向上は1日あたりの工作地の増大を可能にし、牛八頭だけプラウが1日平均半エーカーであるのに対し、 馬では1日平均〇〇1エーカーだった。後期やサイドといった農作業のために利用されたアフラスと呼ばれた万葉馬は通常ニウマシャバよりも小型で安価だった。農場の駅蓄として牛が伝統的に用いられていたがホースカラーが開発された後は馬の方が多く利用され始めた。牛と馬は時には一緒にハーネスにつながれた。 農作業における牛から馬への転換は、絵画資料に記録され、ローマの二星機能法から、史料作物の作付けを増加させる、新しい三星式へと変化したことからも明らかである。馬はまた作物の処理にも使用された。製粉機で車輪を回転させたり、作物を市場へ輸送するために使用された。馬は、牛とは異なり、車輪付きプラウに適していたため、馬のチームへの変化は、 プラウの変化を意味した。馬と騎士のための装飾された16世紀の装甲と典型的なハイサドル。ストックホルムオ家ケ麦博物館。バグの技術開発は馬の生産や利用法の開発と同様の補調で発達した。中世初期の間の戦争における重機兵への変化は他の文化からのあぶみ、倉橋、及び停鉄の到来に促進され、かつ依存していた。 釘打ち停鉄の開発は、とりわけ北ヨーロッパの湿った土地で、より遠距離、短期間での乗馬の旅を可能とし、様々な地形での行軍に役立った。保護と指示を提供することにより釘打ち鉄は、万葉馬の牽引も改善した。ローマ人が、ひずめブーツに似た鉄製の馬サンダルを開発しており、ヨーロッパ起源のように思われるものの、 釘打ち停鉄の実際の起源については多くの議論がある。ガリアのケルト人が最初に金属製の停鉄を釘付けしたという推測があるが、起源500年から600年以前に釘打ちされた停鉄が存在したという証拠はほとんど存在しない。鉄の停鉄の最も早い明確な文書記録は、西暦910年からの騎兵隊装備品一覧の 三日月型の鉄とそれへの爪への言及である。さらなる考古学的証拠によると、シベリアで9世紀から10世紀に使用され、間もなくビザンティンに伝播した。11世紀までにはヨーロッパで停鉄が一般的に使用されていた。十字軍が1096年に始まった頃までには、停鉄は広範囲に広がり、様々な文献資料で頻繁に言及された。頑丈な支え、 倉骨、倉河原月の倉は、起乗者の重量から馬を保護する支持面を備えていた。ローマ人は、ことによると早くも、紀元前1世紀の初期に倉橋を発明したとされており、紀元2世紀までには広範囲に広がっていた。中世初期の倉は、ローマの4つの倉に似ており、炙みなしで使用された。倉橋の発明は、重大だった。起乗者を、 馬の背中の上に起こし、機乗車の重量を分散させて、馬の背中のどこか一部分に集中していた圧力を減らすことにより、馬の快適性を大幅に高め、対応年数を伸ばした。倉橋全体に重量が分散されると、馬はより多く運搬することができた。機乗車の安全をより高める座席を倉に組み付けることも可能になった。12世紀中からは、 ハイワをサドルがより一般的となり、安全性が増すだけでなく防護機能も備えた。蔵橋に組み付けられたアンビは、機種がより効果的に、ランスを使用できるようにした。蔵の下には、時に、馬飾りや、蔵化を着せた。これらは、紋章の色や武具で、装飾や刺繍を施すことができた。群馬には、バーディングと総称される、追加の多い、毛布。 装甲が装備されることもあった。これらは装飾あるいは防御目的でもあった。トーナメントに限れば、通常初期のホースアーマーの形状は、トラッパーで覆われたパッド入りの革製で、特に重くはなかった。稀に腐りかたびらや、プレートアーマーも使用され、12世紀後半には、ホースアーマーに関する文献資料が見え始める。第六波を描いたジェンティレダ・ファブリアーの、 東方三博士の礼拝からの詳細地域が伸ばされ、装飾的なボスカナグが歯耳の側面に取り付けられている。ローマは不評を重視していたものの、共和成功期には馬の防護装備が稀に見られた。ローマ軍の重装甲機兵の最初の部隊はハドリアヌス帝の下で導入され、当初は儀式的な訓練に用いられた。その後、おそらくは、 西暦3世紀から4世紀初頭、敵のパルティアやサーサーアンアサをモデルにしたクリバナリと呼ばれる特殊部隊の補助軍が導入され、西ヨーロッパを含む属州に配備された。しかし、ローマの衰退に伴い、アルプス以北の馬の防護装備の使用は完全に消滅したとみられる。12世紀になると、ホースアーマーが徐々に再導入され、当時の騎兵同様、 馬にも鎖肩びらが着せられた。バファー・ティーン・イブン・シャッタードは、アッコ包囲戦で、足元まで鎖肩びらで覆われた大きな馬に乗る十字軍の騎士を記録し、1198年のジゾールの戦いでは、イングランドのリチャード一世が200頭のフランス軍の馬を捕獲し、そのうちの14馬は鉄で覆われていたと報告されている。シャフロンを含むバンキンによる、 馬の防護は1250年頃以降に登場し始めた。15世紀初頭には人及び馬のための完全なプレートアーマーが最終的な完成を見て鎖からの使用は減少した。プレートアーマーは様々な装飾が可能だった。馬は戦争、トーナメント、儀式で重要な役割を果たしたので、機乗車のものと同じくらい手の込んだ高価なホースアーマーが作られたが、 人の走行よりもさらに希少だった。1400年代後半から1500年代後半にかけてホースアーマーは技術的にも芸術的にも洗練され、その最高級の作品はルネサンス装飾芸術の最大の業績とみなされている。倉橋により、アブミの利用も効果的になった。アブミは中国で開発され、西暦477年までには広範囲に、 用いられた。7世紀までに、主として、アバールのような中央アジアからの侵入者によりアブミが、ヨーロッパへもたらされ、8世紀までには、ヨーロッパの騎乗者に受け入れられた。数ある利点の中でもとりわけアブミはより大きな、安定と支持を騎乗者に与え、特に不評に大処騎士が落馬せず、より効果的に剣を使用することを可能にした。8世紀以降、 戦闘時の安城の戦士の安定性と安全性を目的としたアブミの使用が増加した。ランスはアブミなしで効果的に用いることができたものの、これが九州戦術の運用拡大を導いた可能性がある。とりわけ、カール・マルテルはアブミの軍事的可能性を認め、没収した土地をこの新戦法で彼に使えるという条件で進化に分配した。 大あぶみ論争で知られる説は、戦争におけるあぶみの使用から生じた利点が、封建制それ自体の誕生につながったと主張している。他の学者からは、しかしながら、この主張には意義が唱えられ、突撃戦におけるあぶみの利点は、ほとんどなく、あぶみは主に戦闘中、安城で騎乗者を左右に大きく傾けることを可能に、することに役立ち。 単に落馬の危険性を減少させたということを示唆している。したがって中世の軍隊における不評から騎兵への転換の理由でも封建性の出現の理由でもないと主張されている。ラヨシュ二世の黄金の白車。馬を制御するために使用する静たようなヘッドギアが存在したが主たるものは様々な構造の歯のついた倒落だった。中世の間使用された歯の多くは 今日でも一般的に使用されている小六、水六歯身及び第六歯身に類似したものだった。しかしながら、それらは多くの場合を行に飾り立てられており、歯身間や歯身枝は頻繁に大きなボスで多いようされていた。その一部の構造は今日使用されるものより極端できつく作用した。第六歯身は古典時代にも知られていたが、 中世の間は14世紀中頃になるまで一般的には使用されなかった。中世の間使用された一部の水六歯ミの形式は現代のハーフチークやフルチーク水六歯ミのように下側のチークを伸ばした形状をしていた。13世紀後半までは投落は一般に一組の手綱を備えていた。この時代の後、現代の第六と類似した 二組の手綱を使うことが騎士の間でより一般的となった。これは通常最低一組は装飾されていた。白車はこの時代を通じ取り分け騎士によって一般的に使用された。その関連は頻繁に認められ騎士助人を得た際に若者は白車を勝ち取ったと言われたという。裕福な騎士や騎乗者は多くの場合。 装飾や少かし細工が施された白車をつけていた。機乗車のかかとにストラップで取り付けられた白車は馬を素早く前進させることを促したり、横方向の動きを指示したりの両方に用いることができた。初期の白車には貨車を比較的機乗車のかかと近くに配置する短い柄やつなぎがついていた。白車の形状がさらに改良されるとつなぎが長くなり、 騎乗者側の足の動きが少なくなって、馬に触れることが容易になった。この中世の馬のチームの描写は、先頭のペアは胸剣をつけているが、後続のペアはホースカラーをつけている。一頭の馬は鞍をつけていることに注意。馬の重要性と利用を促進したハーネスにおける重大な発明は、特に後期や他の農作業のためのホースカラーだった。ホースカラーは5世紀の間に、 中国で発明され、9世紀の間にヨーロッパに到来し、12世紀までにはヨーロッパ中に広まった。それは初期の時代に使用された首きや胸剣で車両を連結した時よりも、より大きな重量を牽引することを可能にした。首きは牛用に作られており、後半身の力を使うことよりも肩で引くことを馬に要求し、馬には解剖学的に適さなかった。 このような方法のつなぎ方では、馬のチームで 500kg 以上は牽引できなかった。動物の首と胸に平らなストラップを渡す胸当て方式のハーネスは、軽車両を牽引するには有用であったが、重労働にはほとんど役に立たなかった。これらのストラップは、馬の気管と胸骨頭筋を圧迫し、呼吸を制限して馬の牽引力を弱めた。 胸腱ハーネスによる二頭立ての牽引は合わせて合計1,100ポンド程度が限界であった。対照的にホースカラーは馬の肩に乗っており呼吸を妨げることはなかった。それは肩で牽引するのではなく後半身で首輪を前に押し出すことにより馬にその力を最大限発揮させることを可能にした。ホースカラーを使えば一般に持久力がより高まり、 一日あたりの稼働時間を増す能力があるだけでなく、より早く動かすことを可能にしたため、馬一頭は牛一頭よりも50%多い時間あたりの仕事量で作業成果を提供できた。より効率的な首輪ハーネスを用いれば、馬一頭で約1500ポンドの重量を牽引することができた。チームの配置を変更することにより、さらなる改良が図られた。 横並びよりも前後に連結することで重量が均一に分散し、牽引力が増加した。この馬力の増加は、トロワ建設の記録において、車引きが50マイル離れた採石場から石を運んだことで実証された。カートの重量は平均して5500ポンドで、そこへ通常5500ポンドの石が積み込まれ、時には8600ポンドにまで増加することがあった。これは、 ローマ時代の負荷からの大幅な増加だった。中世の優れた騎手とは騎士であった。通常、中上流階級出身である騎士は、幼少期から戦闘技術と馬の管理を仕込まれた。ホースマンを表すフランス語のシュバリエ、スペイン語のカバレロ、ドイツ語のリッターと多くの言語で騎士を表す用語は、騎手としての立場を反映している。英語でも馬の達人を表すフランス語、 シュバリエは、騎士階級の最高概念、騎士道にその名を伝えた。馬の適切な管理と世話を確保するために、多くの職業と地位が生まれた。貴族の家中において、マーシャルは旅行の物流だけではなく、群馬からニ馬に至る全ての馬の世話と管理を行い、馬に関連する、あらゆる局面に責任を負った。宮廷内における、マーシャルの地位は高く、のような国王のマーシャルは、 多くの軍事問題についての管理責任も負っていた。元帥、召喚、指揮部官、信仰係、米国、連邦保安官、警察署長、消防署長等に訳される現代英語マーシャルのゲルマン語の公言は、馬を意味するマーエス、メシ使いスコールコスの組み合わせで、馬のメシ使い、すなわち馬屋番、馬屋役を意味する。このゲルマン語から派生した、 フランク語マラース・スコックは中世の戦争における騎兵の重要性を反映して王室の交換、さらには行為の軍司令官を表すようになった。マラース・スコックは中世初期に北フランスがフランク王国に支配されるとマラシャルとして古フランス語に借用され、後にノルマン人が11世紀にイングランドでフランス語を話す管理階級を確立した際に、 イギリスへもたらされた。貴族の家中には、家中の警備や秩序の維持を担当して、軍の構成要素の指揮を行い、マーシャルと共にハスティルでその他の騎士道的行事を運営したと見られるコンスタブルも存在した。仮想社会では、マーシャルが想定士の役を務めた。高い技量を有するマーシャルが定鉄を製作して、装着し、蹄めの世話を行い、 一般的な獣医療を馬に施した。中世を通して、マーシャルと仕事の範囲がより限定される単野職人とは区別された。多くの商人が馬の供給に携わった。バクロ郎と呼ばれたは馬を売り返し、盗まれた馬の取引に積極的に手を染める不正な人物として悪名が高かった。ハクニーマンなどの他の人々はシウ馬を提供して、 往来の多い道で、王女隊を数多く形成し、盗難防止のため馬に、しばしば焼き印を施した。この中世の絵画はドレスを着た女性が横乗りではなく、またがって群馬に乗ったことを示している。アンオブ・ボヘミアとされる、絵柄の初期のサイドサドルに乗る貴婦人の描写ヘラルト、ホレンバウト、16世紀。家族全員が中世の店舗や農場の経営を、 多くの場合助けていたので、娘が父の生業を学び、妻が夫と生業を共にするのは珍しいことではなかった。多くのギルドが未亡人の加入資格を認めていたので、彼女らは夫の事業を引き継いでいたとみられる。このシステムのもと、一部の女性は馬関連の家業で訓練を受け、想定士や蔵職人として働いた女性の記録がある。 多くの人手を必要とする農場では分業の徹底は不可能で女性は大抵の場合男性と一緒に農工場や牛を扱いそれらの世話をして働けらいた。旅の困難にもかかわらず女性を含む多くの人々にとって長距離旅行は一般的なことだった。上流階級の婦人は頻繁に十字軍やトーナメントに赴く夫に同行し多くの女性が 社交や縁組のために旅行した。修道所も世俗の女性も共に巡礼を行った。徒歩でなければ、女性は通常、騎乗して旅をするか、衰弱していたり虚弱だったりした場合は、ワゴンや腰で運ばれた。道路状況が許せば、時には女性は入馬車から発達した三内市四頭の馬で引かれる、初期のキャリッジに乗った。 より良いサスペンションシステムが発明されると、キャリッジの旅行はより快適になった。貴族の女性も、スポーツとして馬に乗り、狩猟や高狩りなどの行事で男性に同行した。ほとんどの中世の女性は、またがって騎乗した。13世紀までに、取っ手や足の背のついた初期の椅子のようなサイドサドルが利用可能となり、凝ったガウンを着ながら、貴族の女性が騎乗できるようになったが、 中世の間には普遍的には受け入れられなかった。これは主としてそれらの不安定な座席のためで別に扱う人が導く滑らかな歩み様の馬を必要とした。サイドサドルは蔵の周りに足をかけることにより手綱で馬を操作することを可能にしたポメルホー音が16世紀に開発されるまでは特に日々の騎乗のためには実用的にならなかった。 その後も19世紀に第2の発明、リーピング法音が登場するまで、サイドサドルには不安定な動きが残されたままだった。女性が軍馬に騎乗して戦争に参加することもなくはなかった。ジャンヌ・ダルクはおそらく最も有名な中世の時代の女戦士だが、他にも12世紀にいとこのスティーブン・オブ・ブロワとその妻マティルド・ド・ブローニューに、 対する軍を引き武装して帰城した皇后、マティルダなど多くいた。15世紀の文筆家、クリスティーヌ・ドピザンは、貴族女性に武器の習わしと戦争に関するあらゆることを知り、必要とあらば、部下を指揮することに備えることを怠らぬべきであると、解いた。ありがとうございます。